はい、水上でございます。競馬大学、今回もよろしくお願いいたします。もちろん NHK マイルカップですね、こちらの決闘採点をしてまいります、はい、あくまで決闘だけで私が5点満点で、採点をしていきます。有力馬の、ね、採点をしていきます、はい、もちろん競馬ラボの鹿野くんと進めてまいります。鹿野くん、今回もよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、では早速いきましょう。水上さん、はい、NHK マイルカップの放送決闘ポイント、うん、教えてください。2つ申し上げたいです、はい、1つはですね、身も蓋もないですが、大和メジャー3区、なんかもう随分ピンポイントできましたね。もうこれピンポイントです。お母さん方は不問で、とにかく大和メジャー、はい、これはもうとにかくね、カレンブラックヒル、メジャーエンブレム、はい、アドマイヤマーズ、レシステンシア、マテンローリオンと連帯してまして、はい、そして3着馬でもフラムドグロワールとかボンセルビーソ、お人気なやつですね。もうとにかくで、これだから3歳馬しか出られないレースですから、はい、同じ馬が何回も食ってるわけじゃなくて、そう、ね、全部そう、これだけ散らばってるってすごいですよ、はいはい、よっぽど適性が高いというか、あと完成度も早いんだというふうに思いますね、はい、2点目、はい、これはですね、芝をその馬が走っていてもダート経験がなくてもダート決闘、はい、もちろん例外はあります、うん、芝決闘でももちろん来ることはあるんですけど、はい、このダート決闘が、まあ、できればお母さん方に入っているのがベタですね。なるほど。これ直線長いコースに多いんですけど、直線長いコースってスピードを長く持続させる力がいる、これね、はい、ダート競馬と共通するんですよ、はい、これがお父さん方じゃなくてお母さん方に入っていると、うん、いうことですよね。これが、まあ、ポイントの2つ目というふうに考えております。では今回もあいうえお順に採点していただきたいと思います、はい、うん、いきなり大和メジャーです。アスコリプチェーノ、はい、お願いします。はい、アスコリプチェーノは5点、はい、はい、5点です。そうですね、はい、これはですね、この馬、私阪神ジュベナイルフィリーズでも桜花賞でも申し上げてきました、再三出してきました、はい、レシステンシアと同じだと、はい、レシステンシアこのレース連帯しております、はいはい、ということになりますとですね、当然ジュベナイルフィリーズ、はい、それから桜花賞両方レシステンシア連帯しております。そうですよね、ここでも連帯、はい、5点満点、まあ、そうなりますよね、はい、以上です。はい、もう一頭ですね、大和メジャー3区、うん、ボンドガール、はい、はい、これなんていうんですか、はい、5点でしょ、あれ？これは5点でしょ。まあもちろんね、これあれですよ、私決闘だけで採点するかって話をしてます、はい、他のまあ性別とかローテーションとかそういったことは考えないで今点数だけつけてるんですけど、この馬半兄弟のお兄さんですね、はい、ダノンベルガじゃないですか、はい、もう東京の1008とか東京めちゃくちゃ強いか、はい、強いじゃないですか。でしかもね、このボンドガールっていうのは、母の父がギルデッドミラーと同じティズナウの流れなんですよ、はい、あのギルデッドミラーこのレース NHK マイルカップ来てますよね。ああ、そうですね、そうなんです。しかもギルデッドミラーも牝馬でしたよね。はい、そうですね、これはやっぱりボンドガール5点つけざるを得ない、はいはい、さあこちら注目している方もいるかと思いますが、はい、アルセナール、はい、アルセナールですね、はい、これ何点でしょう。3点、はい、としました。牝馬も、ね、非常によく来る G1 なんですけれども、ね、この馬ね、まあ、お姉さんのナミュール東京のマイル得意じゃないかと思われると思いますが、はい、やっぱりナミュールと違ってこちらお父さんエピファネイアなんですよ ね、 で、 ね、エピファネイア東京マイル G1 ではちょっと切れ足らないんじゃないのかなと思うんですよね。むしろこの馬は東京だったら1008から2000を走らせたい、はいはい、そういう決闘ではあります、うん、まあ、なので、ちょっとやはりね、この馬は今回はきついかなという判断をしました、はいはい、ではゴンバデカーブース、はい、これは何点ですか。ゴンバデカーブースは4点、お、結構高いですね、はい、これ再三申し上げますがローテーションとか全然考えないで採点してます、はい、ね、決闘だけから言ったら4点つきます、はい、これはですね、あのお父さんが、まあ、ストームキャット系に、まあ、なりますね。ゴンバデカーブース、ブリックス&モルタ、はい、新昭和で活躍してますけれども、はい、ストームキャット系にディープインパクトという配合になります、うん、サハの死がディープインパクト、はい、これはですね、カワキタレブリーと同じです。カワキタレブリーもストームキャット系にディープインパクト、はい、うん、ドニンキウスで3着来ました。確か最低人気だと思います、はい、ただね、これね、父がストームキャットの直系の馬の NHK マイルっていうことになると、はい、構想したのがタガノブルグとかアルビアーノ、ちょっと古いんですよ、はい、確かに。もしかしたら母方に入るのはいいけど、うん、父直系は少し時代遅れになりつつあるのかなってところもあるんで、はい、まあ4点、うん、ということで1点引きました、はい、あってはいます、間違いないです、はい、はいはい、私、水上の NHK マイル、ババとか、それから枠順ですね、これを踏まえた上での本命馬お宝馬はぜひ競馬ラボ決闘トレジャーハンティングの方をご覧ください、概要欄にリンクを貼ってあります、どなた様も無料で見ることができますので、ぜひ、この後チェックしてみてください、まあ、NHK マイルカップ水上さん、そのマテンローオリオン狙って当てたりとか、あと今年ニュージーランドトロフィーでですね、お宝馬で出してもらった雪のロイヤル、これが9番人気で馬券になったりと、はい、
この 2,3 歳のマイル戦、水上さん強いですからね、はい、阪神ジュベナイルも大賀賞も当たりましたからね、はい、そうですね、はいはい、まあなんかうまくいっておりますのでね、はい、はい、今回も頑張りたいと思います、はいはい、さあこれも注目の一頭ですよ、はい、ジャンタルマンタル、はい、ジャン何点でしょう、ジャンタルマンタルは5点、今回5点がいっぱいいますね、いっぱいいる、それだけね今年の NHK マイルカップねレベル高いし粒揃った、はい、適性高い馬が揃った、そうですね、はい、と思います。でね、これまた再三申し上げますが、皐月賞からちょっと感覚詰まってるとか考えないでつけてます、はい、これはでも私前から NHK マイルカップ向きだってこと言ってたんですよ、はい、はい、これはね合ってます。でね、これもダートで、まあ、お父さんパレスマリスですから、はい、ミスタープロスペクター系のね中距離型ケット、それに AP インディーがかかってるということで、はい、もうもしかしたらフェブラリーステークス行ってもいいんじゃないかぐらいのことも申し上げておきました、はい、でね、底力とスピード持続力があって、うん、長い直線に本当に向いてると思います、はい、この馬もしそのローテーションのきつさを克服すれば、まあ、もしかしたら実は一番強かったという、あっさりと勝ってしまうシーンまであるんじゃないかと思ってます。これはもう皐月賞とは私は違って胸張って5点つけたいと思います、はい、そしてもう一頭ですね、パレスマリス3区がいるんですよ、うん、はい、ノーブルロジャー、はい、ノーブルロジャー、はい、これは何点になりますか。これはですね4点、あ、これちょっと下がる、ね、下がります、1点下がりました、はい、でも十分勝ち負けというか、あの馬券圏には入ってくると思います、はい、これね、この馬もいいんですよ、パレスマリスにお父さん同じで、で母の父モアザンレディですから、はい、これもダートのね、あの短距離血統をかけていて、はい、非常にいいんですが、はい、これね、あの血統表ちょっと詳しい方はある程度予測つくかもしれませんが、お父さんにもお母さんにもヘイルトゥーレイズンかけるミスプロが入ってるんですよ。ほうほう、お父さんにもその配合が入ってて、はい、お母さんにもその配合が入ってると、はい、これが要するにこのノーブルロジャーで合体するわけですけども、ちょっとパワー強すぎるかなっていうのがあるんですよ。これノーブルロジャーってパワーをもうかなり意識して作った配合なんで、その分が NHK マイルカップにおいては1点マイナスになります。あのジャンタルマンタルよりもマイナスになります。だけどかなり魅力的な馬ですよ。将来性はもしかしたらジャンタルよりあるかもしれない。さあもうここまで掲示板内も埋まるんじゃないかというぐらい適性の高い馬が多い今年の NHK マイルカップですけど、まだまだ有力馬いますよ、はい、ダノン・マッキンリー、はい、これなんていうんですか。ダノン・マッキンリーは3点、はい、これはちょっと低めにしました。そうですね、うん、というのはやはりね、これ持続力のパワータイプなんですよ、はい、これ持続力はまあいいとは思うんですけど、うん、ちょっとねパワータイプ で逆にね、ここまで芝の持続力に特化した 1400m ですね、はいはい、1400m のスペシャリストってこういうタイプ多いんですよ、はいはい、あの要するに直線だけの持続力じゃなくてレース全体を持続力で走る感じ、直線だけを溜めて溜めて直線でこう一気に切れてもいいんですけど、ブーッと加速していく加速力があれば、はい、そういう意味での持続力は欲しいというか必要なんですけど、はい、このモーリスダノン・マッキンリーの持っている持続力っていうのはスタートしてから一定のね、こうなんていうか自分のリズムとかペースを守りきる、はい、それでゴール前までしっかりと走りきる、なるほど、そういうタイプなんですよね、はい、まあ、もちろんあの前半で足貯めて後半でぶっ放す競馬っていうのもできますけれど、はい、それをやるとちょっと今回は相手強すぎる、なるほど、うん、ということでちょっと持ち味出ないんじゃないかなって思って3点です。はい、はい、そしてモーリス・サンクといえばですよ、はい、シュトラウスいますね、こっちもいますが何点ですか、はい、これも3点です、はいはい、まあ、同じモーリスですけれども、ね、しかも母の血がこちらはアドマイア・ベガになります、はい、さらにさっき言った持続力の傾向強まります ね、であとパワーが強まります、はい、シュトラウス気象難しい馬ってのも皆さんご存知だと思うんですけど、はい、そこはちょっと抜きにして考えてみた場合でも、はい、この馬はやっぱりあんまり適性がないですこのレースには、はい、2点でもいいかなと思ったんですが、まあ、一応モーリスで揃えて3点、低めの3です、はい、続いてディスペランツァ、はい、これは何点ですか。ディスペランツァ3点、はい、これはね、あの前走いいレースです、はっきり言って強かったと思います、はい、強かったですが、まあ、この馬の場合ね、ちょっと血統が重いんですよね、はい、お父さんがルーラーシップで母の父メダグリア道路、こうお父さんルーラーシップだったらお母さん方もっと軽い血統が欲しかった、はいはいはい、でメダグリア道路もダート血統なんですけど、これダートの中長距離血統なんですよ、っていうことを考えると、いくらダートって言ってもちょっとスピードが足らない、はい、まあ、直線で構えてね、何頭かわすかっていう競馬になると思うんで、もしかしたらペースの恩恵でそういうものがハマる可能性ありますが、うん、事前予想で血統だけで採点しろと言われて、あんまり高い点数はこの馬にはつけられないですね、まあ、ファントムシーフの判定、ね、という、まあ、いい血統でもあるんで
ですけど、はい、お父さんがハービンジャーのファントムシーフにしてもこうマイルに出てきて G1 でちょっとあんまりシュルシュルしたくないなっていうお母さん方の血統なんで、はい、まあ、ディスペランツァはまあなおさらかなっていう気がします。はい、水上さん、はい、去年の NHK マイルカップ、うん、いきなり雨が降ってきてですね。そうですね、はい、あのちょっと悪い馬場になりました、うん、目の前で見てたんですけど結構泥飛んでたんですよ、はい、発表はヤヨモだったのかな。そうですね、だけどかなり主に近かったと思います、はいはい、ということで、うん、今年ももし雨が降って馬場が悪くなった場合プラスになる馬、はい、教えてください。これはですね、はい、アスコルピチェのいいです。まず、はい、まあ、なんといってもレシステンシア例に挙げててレシステンシア道悪うまかったですから。そうですね、はい、アスコルピチェならまず大丈夫でしょう、はい、それからですねノーブルロジャー、これを挙げておきます。道悪になったらジャンタルマンタル、同じお父さんのジャンタルマンタルにも引け取らないぐらいまで来ると思います。あの少しパワー強めの配合にしたっていうことで一点引いたんですけど、はい、それが道悪の場合はプラスに働く可能性があります、はい、もう一頭はディスペランスです、はい、これ道悪になればあのスピード不足が結構隠されると思います、はい、こういった馬は道悪の東京マイルは合ってる、ただ重馬場ぐらいにはなんないと辛いかなって気がしますね、はいはい、それでは続きまして、鹿野くんに聞いてみましょう。鹿野くんが今年の NHK マイルカップ気になっているのはどの馬でしょうか。はい、今年の NHK マイルカップで買いたい馬、うん、これです、はい、ゴンバベカーブースですね、はい、僕これ去年のこの動画で NHK マイルカップ面白い馬シャンパンカラーって言ったんですけど、その時と全く同じ理由です、うんうん、左回りが得意で右回りで負けた馬、うん、ゴンバデカーブース右回り負けてないんですけど前走取り消しだったんでまあまあね、ただ皆さん多分この馬が左回り東京の戦力でめちゃめちゃ強かったっていうのを忘れてるんじゃないですかこの取り消しで、うんうん、ということで今回ゴンバデカーブース絶対左回り得意ですからちょっと人気落としそうなんで面白いかと思います。なるほど、はい、これはね、まあ、一応ねこう記録上は4ヶ月ぶりになってますが実戦に出るのは6ヶ月半ぶりなのかな、はい、そうですね、あのそのブランクで多分人気にはならないと思うんですけど確かに能力あるのは間違いないんでね、はい、ゴンバデカーブース狙ってみるのも面白いかもしれません。なおですねこの収録はスケジュールの都合上枠順確定前に行っておりますことをぜひご了承ください。なおですね私水上の本命馬お宝馬枠順や馬場状態を踏まえた上で、下した結論はですねぜひ競馬ラボ血統トレジャーハンティングをご覧ください。概要欄にリンクを貼ってあります。どなた様も無料で見ることができますのでぜひチェックしてみてください。それからですねチャンネル登録、まだという方はですね、ぜひこの機会にしていただけると嬉しいです。もうすぐチャンネル登録13万人が、はい、13万人ました目前ですか。はい、わかりました。ぜひねあのしてないという方を見つけてお誘い合わせの上ですね、はい、登録するように仕向けていただければ嬉しいと思いますのでね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、水上さんがきっと喜ぶと思いますので、はい、喜ぶと思います。よろしくお願いいたします、はい、ということで、競馬大学今回はここまでとなります。次回に関してはね登録をしてお待ちください。お知らせがいくと思います。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。